自分自身にその、まあ、プライドが高いとか、まあ、自己肯定感が低いんでしょうけどね、っていうのは何か自分は着飾ってないと自分に価値がないと思ってる人が多いんですね。こんにちは、カウンセラーの川村です。今日はですね、不倫をする奥さんの特徴っていうのをね、お伝えしたいと思います。というのが、私たち女性はね、不倫をしている人って大体わかるんですよね。まあ、別の動画でもね、お伝えしてますけども、やっぱり不倫をしている女性、まあ、そのお友達なんかでも、やっぱりこう、あら、なんか肌ツヤいいよねとか、なんかそんなに髪型綺麗にしてたっけとか、髪型も変えたりとかね、なんか女を意識した装いになったりとかするんですけども、まあ、その外見的なことの他にも、やっぱり内面的なこと、内面的な性格っていうのかな、不倫しやすい人っていうのがいます。で、残念なことに、日本の、ね、既婚男性っていうのは、結婚すると奥さんにあんまり興味を持たないというか、安心しきってしまって、奥さんは絶対浮気をしないと思い込んでる節があるんですね。いやー、俺の奥さんなんてそんな絶対ない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 、あんなやつ好きなやつがおったら俺が見てみてみたいなことを言ってるんだけども、そんな人に限って奥さんが不倫とかをしてると、もうなんかもう生きていけないバリの落ち込み度が激しかったりすることがあります。ということで、今日はその既婚男性、結婚してるね、男性に向けて、まあ、こういう奥さんだったら不倫してる可能性、まあ、性格的なことですね、不倫してる可能性があるよっていうのをね、気をつけてくださいねという意味でこの動画を作ってます。不倫してる奥さんの特徴っていうのは、まあ、たくさんあるんだけども、大きく分けて私は3つに絞りました。まず1つ目、プライドがやたらと高い女性というのは気をつけましょう。もし奥さんがやたらめったらプライドが高い女性だったら、ちょっと、あ、こいつ不倫しやすいのかなっていうふうに考えて注意をしてください。というのが、なぜそのプライドの高い女性が、高すぎるね、女性が悪いのかっていうと、いわゆる苦労をしたくないんですね。プライドが高いがゆえに、苦労をするっていう選択肢が頭の中にないんですよ。だから、ちょっと夫婦関係でいざこざがあったりとか、例えば子供のことでトラブルがあったりとか、すると、まあ、親族の間でね、まあ、嫁姑関係でトラブルがあったりすると、プライドが高いがゆえに苦労をしたくない、そのドロドロになりたくないから、すぐに逃げ場を探してしまうっていうのがね、特徴的なんですね。で、自分が苦労するのが許せない、他人が苦労するのはいいんだけど、自分が苦労するのが許せない女性がいます。それと、まあ、プライドの高い女性は、希少価値の高いもの、希少価値があるもの、高いものとかね、そういうものが当たり前だって思って、その自分にふさわしいと思ってるんですね。だから、例えばブランド品が好きだったり、まあ、限定品とか一点物とか、そういうものが大好きな奥さんっていうのは、まあ、プライドが高いがゆえに、自分はこれを持ってて、私もブランド品つけてますけども、あくまでこれは自己満足であって、人に見せて回るものではないと思ってるんですよ。ただ、希少価値が高いもの、ブランド品が好きなものっていうのは、人にどう見られてるかがすごく気になるタイプが多いんですね。人にどう見られてるかって気になるくせに、不倫をしたらね、またそれが、レッテルになるんだけども、そういうとこまで頭が回らないんですね。とにかく自分は、プライドが高い、私はこうでないといけないっていうのが強い女性は気をつけましょう。で、もう一つが、人のアドバイスを受け入れないっていうのなんですね。で、プライドが高いがゆえに、アドバイスって受け入れがたいんですよ。で、アドバイスじゃなくて、それを文句とか、苦情とか否定されたって思うんですね。まあ、アドバイスを受け入れない女性は、まあ、否定されたと思うことが多いです。で、まあ、自分が苦労するのが許せないがゆえに、人にしてもらうことが当たり前って思ってる人も多いんですね。だから、まあ、プライドが高い女性っていいんだけども、いいんですよ。プライドが低いよりは、自己肯定感が低いよりは、自己肯定が高いというのかな、無駄にプライドが高い女性は別に悪くはないんですけども、ただそれを過ぎたらよくないっていうことなんですね。で、それを旦那さんが見分けられたらいいんだけども、ちょっと難しいかなと思いますが、プライドの高い奥さんは気をつけましょう。
次2番目はいつも人と比べている女性。これは、さっきのプライドが高い女性とちょっとまあリンクしますけども、やっぱりプライドが高かったりブランドものをねたくさん持ったりっていうのは誰かと比べてるんですよ。別にユニクロのお洋服でもいいんじゃないですか、自分の気に入ったものであればね。だから自己肯定感が高い、本当に高い女性っていうのは別にユニクロだっておしゃれに着てるし、プチプラ商品でもね今日も上手におしゃれにしてるわけなんですよ。でも自分自身にその、プライドが高いとか、自己肯定感が低いんでしょうけどね、っていうのは何か自分は着飾ってないと自分に価値がないと思ってる人が多いんですね、だから常に人と比べてしまって、常に新しいものを欲しがります。新しいものをすぐに欲しがるミーハー的な奥様、注意しましょうね。でこれは常に一番じゃないと嫌な女性が多いんですね。だから誰かと比べるっていうことは自分が一番なのかどうかを確認したがるんですよ。で私これいました、そういう人。なんか私これ買ったんだって言ったら、私ね今度はそれよく新しいの買うんだみたいな人いましたけど、うざーと思ったんですけど、そういう女性っていうのは自分の中で自分に満足できてないから、外見的に自分を大きく見せようとして、常に自分の中で不足感があるから、その補おうと思って他の男性にねこうチヤホヤされたいとかいうので自分の心の不足感を補おうとする女性が多いので、そういう傾向が奥さんがあるんであればちょっと気をつけてください。でもう一つ、そのいつも人と比べてしまう女性っていうのは、特徴的なことがあって、ある意味単純なんですよ。ある意味単純だから、例えば不倫のドラマが流行って、昼顔が流行ってましたってなったら、昼顔を見てもうなんかもうそれで羨ましくてしょうがない。だから自分の心の中が不足感でいっぱいだから、もうああいうふうに私もドキドキしたいって、でももしかしたらあの奥さんもそうして、もうそういう時にね誰かが不倫をしてるってなったら、もうそのいても立ってもいられないんですよ。自分も不倫をしないといけないと思う節があるので、ある意味単純な奥さん、よくドラマにはまってなんかああいいなとか、こう目がねぽやんってなってる奥さんっていうのは気をつけておきましょうね。はい、次3番目はナルシストな女性。はい、これさっき の自己肯定感が低いとか不足感があるとかいうのとはまた真逆になってくるんですけども、大悟さんも言ってましたけど、ナルシストな女性が浮気をしやすい、不倫をしやすいっていうのは、どっかの大学の、研究結果にも出てるようです。でこれ私もその通りと思ったんですね、大悟さん の番組を見て。実際ナルシストな女性が不倫をしやすい傾向にあります。ナルシストな女性の特徴としては、外見をね異常に気にしてる、さっきのいつも一番じゃないと嫌だっていう女性と、リンクしますけども、外見を異常に気にするんですよ。人の目が気になるので、常に綺麗な格好、綺麗な髪型、綺麗なメイクをしてないといけない、それが私らしいって思い込んでる女性が多いですね。ナルシストって、よく言えばいい、すごくいいんですよ。自分が大好き人間ですから、私も自分大好き人間ですけど、どっちかというとナルシストですけど、浮気はしませんよ。しませんけど、する女性っていうのは、私人の目はあんま気にしないですからね。人の目を気にしすぎる女性っていうのがナルシストなのに人の目を気にするんです。だ常に誰かの評価を気にする女性なんですね。あまり気をつけましょう、こういう人はね。でそういう人っていうのは自分の旦那様よりもいい男がいるって思ってるんですよ。だから自分がナルシストだから、こういう私なんだからもっといい男がいるんじゃないか、そうやって誰かと対象物と自分の旦那を比べてしまうんですね、ナルシストな女性って。こんな私なのになんでこんな男がここにいるのかな、私この人と結婚してていいのかなって、自分の心をね癒せてないのに、その旦那さんにね、目の前の旦那さんに自分の心を癒してもらおうと思ってるんだと思うんですよ、ナルシストだって自分で思ってるのにね。でそういう人っていうのは、常に現状に満足できない女性が多いんですね。もう常にです。
だから例えば旦那様がそのナルシストの女性が旦那様にこうしてよああしてよって言ってその旦那様がその通りにやりました、やってもさらに言うんですよ、こうしてよああしてよもっとこうしなさいよ、私はもっとこういうのが嬉しいのよっていうふうに旦那さんに指示指令コントロールをするようになっていきます。でそういう人っていつまでたってもやっぱり現状に満足できないから、旦那さんすごい大変だと思うんだけども、そのナルシストな奥さんに限ってものすごくいい旦那さんがついてたりするんですよね。まあこれもあるあるですけどね。で次はそのこういうナルシストな女性っていうのは一番不倫女性がやってる思ってることなんですけども、自分さえ良ければそれでいいって思ってる傾向にあります。でそういう女性っていうのはまあ残念ながら子供の幸せとか、両親の心が痛むとか、あとまあみんなに迷惑かけるとか、そういうことなんてまあ考えられないんですね。なんせ自分が一番だから。でそういうのを旦那さんがね見分けてくれてね、その早めに対策を取ってくださって、その奥さんと話をするなり、まあナルシストだからなかなかねこう性格をねぶち壊してで練ってねもう作り直さないといけないかもしれないけども、まあそういう奥さんとね、もしあなたが隣の奥さんがそういう人だったら、ちょっと夫婦関係というのをねもっと強固なものにするように、仕事ばかりじゃなく努力をしてほしいなって思ってます。はい、ということで今日は不倫をする奥様の特徴2つというのをお伝えしました。まとめると1つがプライドが高い女性、はい、2つ目がいつも人と比べてしまう女性、3つ目がナルシストな女性、はい、すべてひっくるめて自己肯定感、自分の心の中の不足感がある女性が多いですよっていうことです。これ不倫をしている女性も多いんでね、なるべく自己肯定感を上げていくような私も話をしていきたいと思います。はい、ということで私も頑張っていきたいと思います。それではまた。